アルベルト・アコスタ・アルベルト・フェデリコ・アコスタは、アルゼンチン・サンタフェ州出身の、元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはフォワード。1986年、ウニオン・サンタフェでデビュー。サンロレンソや、ボカ・ジュニアーズを経て、1994年に、チリのウニベルシダ・カトリカへ移籍。ミッドフィールダーのネストル・ゴロシートとのコンビでチームを、牽引し、 1994年にはプリメーラディビシオンで33得点を記録して得点王となり、さらにチリ年間最優秀選手賞を受賞した。1996年、両友のニストルゴロシートと共に日本の横浜マリノスへ移籍。J リーグ開幕戦3月16日のガンバ大阪戦で J リーグデビューを果たし、J リーグ初ゴールを決めた。 J リーグでは10ゴールを決めた。1997年、フルスのウニベルシダカトリカへ移籍し、コパリベルタドーレスでは11得点を記録して、得点王を獲得した。1998年、ポルトガルのスポルティング CP へ移籍し、2年目の1999から00シーズンに、プリメーラリーガで22得点を記録して、リーグ優勝に貢献した。2001年、 フルスのサンロレンソへ移籍すると、同年のコパメルコスール優勝、2002年のコッパ、スダメリカーナ優勝に貢献。2003年からは、かつての両友のコロシートが監督に就任、最終シーズンも18試合で10ゴールと、活躍していたが、同年12月に現役を引退した。引退後は指導者に転じたが2008年。 プリメーラシー所属の CAF フェニックスで5年ぶりに現役復帰し、息子のミカエルと共にプレーした。開幕戦では1得点を挙げて、健在ぶりを見せると、最終的に6試合に出場し2得点を挙げて、自身のキャリアを得た。アルゼンチン代表としては1992年にデビューし、同年10月にサウジアラビアで開催されたキングファハドカップ1992に出場した。 1993年にエクアドルで開催されたコパアメリカ1993では優勝。1995年にウルグアイで開催されたコパアメリカ1995ではベスト8進出に貢献するなど国際 A マッチ19試合に出場しに得点を挙げた。その他の公式戦、ありがとうございます。